皆さん、こんにちは。青山学院大学文学部史学科主任の安村直樹と言います。今日はよろしくお願いします。対面のオープンキャンパスで相談に応じていると、多くの方が史学科を卒業して就職できるのですかと尋ねてこられます。世間は歴史学を不要不急の学問とみなしており、だから就職先も少ないのではないかと心配するわけです。私はいつも、本学の多学部多学科と比べ就活で不利になることはありませんと答えています。これが嘘でないことは本学公式サイトの進路就職状況で確認できます。2021年度卒業生については、就職希望者中の就職者の割合は 88% で、文系全体の 92.8% をわずかに下回っただけです。史学科卒業生の特徴は大学院進学者が多いことで、今年4月には本学大学院だけでなく、東京大学大学院人文社会系研究科、法科大学院にそれぞれ1名進学しています。就職に話を戻すと、世間の見方に反し、史学科の就職希望者の大半は、より良い社会を作り出すのに貢献し得ると、企業や官庁、自治体に評価されているわけです。実際、私のゼミ生だけでも、近年、企業では楽天や三井信託銀行、官庁としては財務省、自治体では東京都、神奈川県、静岡県などに就職しています。歴史学は過去の人々が今の私たちとどれだけ違っていたのか、逆にどんな面では意外と私たちと似ているのか、そうしたことを明らかにします。これは私たちに新鮮な驚きを与え、楽しい気分でさらに研究したいという気持ちにしてくれるものです。楽しい上に社会に貢献できる面があるのだとしたら、大学で学ぶに値する実学と言えるでしょう。以下ではどんな形で社会に貢献できるのかを3本の柱に即して説明していきます。新型コロナ感染症に直面して、政府、自治体、企業、学校、そして私たち一人一人も試行錯誤を繰り返してきました。地震や気候変動に伴う災害についても同様です。こうした事態が起きるたびに乱用される未曽有のといった言葉は、過去の経験が公文書などできちんと蓄積されず、したがって毎回一から対策を考える傾向を浮き彫りにしてくれます。過去をきちんと継承しないことが被害の拡大を生んでいる面はないのでしょうか。歴史学は公文書などに基づき過去の出来事を解明することを目指す関係上、公文書等の保存・公開体制の整備の大切さを唱えています。学生がそうした意識を持って卒業してくれれば、各方面で適切に記録類を保存管理し、いざ不測の事態が発生した場合、記録を参照しながら迅速に対処してくれることでしょう。過去は今を見つめ直し、将来を見通し、切り開くために活用できるのであり、過去に適切にアプローチする方法を教える歴史学は、決して不要不急の学問ではありません。これは私一人の思い込みではありません。確かに世間の一部では未来志向だとか、過去を水に流すとか、過去にこだわらないことを良しとする風潮が残っています。しかし、より良い未来を築くために公文書等の記録や記憶を継承することの大切さに関する認識は着実に広がっていると思います。例えば最近、神戸児童連続殺人事件をはじめとする重大事件の裁判記録を廃棄する事例が公になり、問題視されています。廃棄をおかしいとする世論の高まりを受け、今年5月、最高裁は一連の記録廃棄事件に関する報告書を公表し、廃棄の不適切さを謝罪しました。さらに、6月に入ると、神戸の事件の被害者遺族に直接、最高裁の担当者が経緯を説明するに至ったのです。この出来事が大々的に報じられたことは記憶に新しいのではないでしょうか。歴史学は
特定の地域のある時代の社会のあり方を、その当時作成された文書やものに基づいて明らかにすることを目的としています。自分の選んだ地域、時代、社会に関する文書やものがどのくらいの割合で今に伝えられるかは、私たちにコントロールできない領域です。ですから、自分が知りたいテーマに関する文書やものに出会えず、しばしば悔しい思いをします。歴史を紡ぎ出し、後世に伝えていくものとして、50年後、100年後の研究者たちに同じ悔しさを味わってほしくない。だから、文書が適切に作成され、保管され、公開されるよう日々努力し、発信を続けています。同じような意識が、目的は様々だったとしても、社会で共有されつつあることは、心強い限りです。2本目の柱は、歴史の政治的利用に対し、時に警鐘を鳴らすことです。ロシアのプーチン大統領が一昨年、ロシアとウクライナはその歴史を通じ、切っても切れない兄弟のような絆で結ばれているという内容の歴史に関する論文を公表したことは、皆さんも聞いたことがあるでしょう。プーチン大統領によるこの論文は、昨年2月に開始した特別軍事作戦を事前に正当化するためだったと思います。兄であるロシアは、弟であるウクライナが間違った道を選ぶのを止めようとしているだけだというわけです。歴史学は今後、この戦争に関する証拠を慎重に精査し、双方の損害と責任の所在を確定する一方、プーチン大統領による歴史の政治的利用がいかに多くの損害を生むことになったのかを明らかにすることで、政治指導者に対し、安易な歴史の政治的利用を慎むよう警鐘を鳴らすことができる。これは決してロシア、ウクライナだけの問題ではありません。ロシアとウクライナの戦争はある意味、歴史を一つの戦場としていると言えるのですが、それが戦われる場はサイバー空間にまで広がっています。技術革新に伴い、歴史の痕跡としての史資料は、物理的な質量を持つ従来の紙媒体や考古学上の遺物、遺跡にとどまらず、大量の電子データの形を取るだろうことを、この戦争は浮き彫りにしてくれました。今後、歴史学は、大量の電子データという史資料とどう向き合うのか、という新たな課題と取り組んでいかないといけません。まだ手探りの段階ではありますが、すでに経済史や思想史といった分野では、AI を活用した研究も進められています。皆さんが AI を活用して卒業論文を執筆する場合、どう使いこなすかに関し、私たち教員は支援していきたいと思います。これまでの方法を大切にするからといって、技術革新を拒絶したりはしません。方法上の革新に敏感であることが3本目の柱と言えるでしょう。実際、史学科が担当している青山スタンダード科目の一つで、デジタルヒューマニティーズを主題にした講義を設けたのもその表れなのです。これら3本の柱を念頭に置きながら、私たち史学科の教員は4年間の学びを通じ、過去の経験をより良い未来の創出につなげようとする姿勢や、そのための方法を学生たちに伝えていくのです。この姿勢や方法を身につけていれば、社会に出て様々な状況を前にしても、それらを適切に応用することができる。歴史学は人文学の一部として、人間の知的活動の基礎に関わる分野であるからこそ、技術革新で陳腐化することのない応用可能性を秘めているのです。本学史学科の特徴の一つは、日本史、東洋史、西洋史、考古学という4つのコースを決めずに入学できる点にあります。1年時にそれぞれの概説と史学概論を学ぶ中で、高校時代に関心を持ったテーマだけでなく、より多様なテーマの存在を知る。その上で、どのコースに進むのかを選んでもらえるよう、柔軟性に富んだ制度をとっているのです。
もちろん、初志貫徹し、高校時代からのテーマは深め、卒業論文を執筆することも可能です。他方で、毎年度、途中でテーマを変更し、受験時は日本史だったのに、東洋史コースや西洋史コースに進む学生が少なくないのは、こうした制度設計の産物と言えるでしょう。もう一つの特徴は、多くの大学の史学科とは異なり、主として文書に基づいて研究を進める文献史学と、物に基づいて研究を進める考古学とは共存している点にあります。出土品や遺構から過去の社会を再構成するのはなかなかスリリング。科学的分析手法やバイオテクノロジーに基づく遺伝子解析などが、すでに考古学の営みの一部を成しており、先輩たちはこうした手法の基礎を学んできています。私たちは入学当初、考古学に興味を持っていなかったけれども、その自然科学的手法に惹かれるようになった1年生のために、2年次から考古学を専攻する道を開いているのです。2年次、3年次のカリキュラム中、特に留意してほしいのは、日本史資料購読、資料文献購読、考古学実習といった科目群です。いずれも過去に作成された文書や学術的な論文、広い意味での史資料を正確かつ批判的に読み解く方法と、遺物や遺構について正確に観察、測定、図面化などを行うための方法と、学生に習得してもらうために設けています。これらの作業は、過去の社会に学問的に迫るための基礎的方法です。こうした方法を駆使し、講義や演習に主体的に参加する中で、4年次に執筆する卒業論文を構想することとなります。他方で、この方法は、社会に出てから過去の経験を生かして、より良い未来を創出するための汎用性の高いツールとして使いこなすこともできるのです。3年次、4年次には、卒業論文執筆に向け、指導教員の開講する演習を履修することになっています。自分で選んだ論文の内容を報告し、他の学生との討論を通じ、内容理解を深めるとともに、批判的視野を獲得できるのが演習の最大のメリットです。大人数の講義では得られない経験を、2年次の基礎演習も含めると3年間で、90回も繰り返すわけです。さらに本学史学科のもう一つの特色は、3年次の演習の一環として実地で歴史の痕跡に触れることを目的とする研修旅行を実施する点にもあります。突発的事態があれば中止や延期も考慮せざるを得ませんが、私たちとしてはこの制度を廃止することは考えていません。なぜなら学生たちは互いに意見を出し合いながら、研修目的を決め、訪問先を選び、関係者から話を聞くためのアポイントメントを取り、実際に現地に足を運び、本や論文では接することのない歴史の痕跡を目撃し、証言を聞くことを通じ、大きく成長するからです。このような訓練を経て、史学科の学生は社会へと飛び立つことになります。その進路については、すでに説明した通りです。卒業生が多様な分野で活躍するのを後押しする上で、研究面での専任教員の多様性は不可欠です。専任教員に加え、多くの非常勤講師の尽力を得て、学生の多様な問題関心をカバーしています。こうしたカリキュラムを通じ、学生は関心のある分野を見定め、これまでの研究成果に対し批判を加え、新たな問いと答えを見つけ、卒業論文を執筆していく。新たな課題を発見し、適切な素材と方法を使って解決する力こそが、卒業生が社会に貢献することを可能にするのです。もちろん、過去の社会の知られざる側面を掘り起こすこと自体にも学問的価値はあります。今と異なる過去があったことを知れば、今の社会が
普遍の牢獄であり続けることはありえないとわかる。世の中は変わるのです。今と異なる過去を提示することは、今悩み苦しんでいる人の気持ちを楽にするかもしれません。歴史学は現代社会から孤立して過去に浸る営みではありません。異質な過去という視点から現代社会にこれまでと違う光を当てることで、個人と社会の関係を変える力を備えているのです。これから受験する皆さんは、入試対策で頭を悩ませていることと思います。特にここ数年は入試改革などもあり、不安を抱いていることでしょう。ただ、私学科の入試に関して言えば、日本史、世界史の教科書を丁寧に読み込み、歴史の流れをつかんでおけば、合格ラインに達することができますから、地道に勉強してください。その先に過去を生かして、新しい未来を切り開くための基本としての歴史学との出会いが待っています。それは楽しいと同時に、やりがいのある4年間となるはずです。では、皆さんと青山学院大学で出会えることを願いながら、学科紹介を終えることにします。ご清聴ありがとうございました。